どう MC やってみて。やっぱり、難しいですよ。なんかアメスターみたいにライブです。だから、本当にドキドキするですけど、なんか僕は鍵盤ソン、ライブ、生放送。生放送が一番好き。だから、理由は、何もしてもできる。あ、ちょっけね、生放送が好きなのは、すぐ終わるからね。あ、すごい。そうそう。時間通りに終わるから。そういうこともあるけど、でも、なんか、生放送じゃなくて、収録？収録したら、なんか、ちょっと編集しそうそうそう、て、いっぱいやんなきゃいけないしね。生放送、強いですか？だからほら、BS ジャパン、メイジング BS ジャパンは生放送だそうです。すごい緊張した？緊張しました。そう？その時、日本語が全然聞こえなかった。そうだもんね、あの時まだ通訳とかいそたしね。れ、強くさんがずっとなんか韓国語で喋って、あの時は全然、できなかったけど、最近は日本語で生放送が慣れて、今は大丈夫です。そうだよ、一番最初にメイジング BS ジャパンでやって、その後 Mnet でイベントで一緒にお仕事したじゃないですか。あの時だってもう通訳いなかったじゃないですか。だからすごいなと思って、半年ぐらいしか多分時間経ってなかったんじゃないですか、そうですそのね。間に。あ、日本で頑張ってるな。確かに、ありがとうね、先週も話したんですけど、あそこのあれで、規則は病気だと。病気。セルカの病気だ性と。格の病気。今も多今の分。そうそう。じゃあ、どんな話をしようか。たくさんあるよ、聞きたい。そういえば、そう、オンエア、結オ構ネア、出したんですか、オンエア。2月にオネアテレビ時間しましたね、日本で。2月だったんだよね。あれ、本2当月から、は、1月とかだったでしょ、最初。1月？最初。知オらなファー来たとき、そうじゃなかった。実は、かった。オンエア出るはずだった。本当に？ケビンの、僕の役？そう、ケビンと、違う、野島さんが、A チームだった野島さんがやってた、3役やってたんですよ。あれ、オファー来てたあれ？本当の。に？本当に。でも、なんでできなかったんですか？僕、歌歌えないんですよ。で、お願いします。いや、歌をなくしてくれるんだったら僕やりたいんですけどって、なんとかならないですかって、いやー、それはーって言ってね、で、それでダメ。だ歌から、はないんですか？歌えない。歌歌ええない。ない。そう、だからケビンじちゃゃん終わってと、から、ノルマン、そのぐ行きらいまだしっょう。た、それぐらいだったら、公の場でやりたくない。いきなり、歌えないって、話して、もっと気になりました。だからケビンが来ますのを知ってたの。あ、ケビンがやりたいすな、ごい、す面ご白い。そうだなと思ったんだけど、聞きたい。僕の、僕、歌は歌わないんです、仕事では。わかりました。普段は歌います。そういうことがありましたよね。だから、この、いや、一緒にしたいなと思ったんだけど。今度ね、やってください。考えておきました。わかりました。すごく楽しかったです。なんか僕と、なんか役が、なんか似ていることがたくさんあって、アイドルだし、まあ優しいしね、ジェリー。僕の J は優しい J になんか表現なんだろうしね。て、そしてファンの皆さんも多分よく見ましたよね。どうでしたか、皆さん。素敵でし素敵た。でした。ありがとうございます。かっこよすぎた。本当に全部日本語だったよ。そうだよね。すごかった。ありがとうございます。面白いよね、オンエア。なんか、なんていうのかな、すごい、あったかくなるよね、やっぱ心が。じゃあ、僕は多分、なんかツアー終わってからミュージカルするかもしれないから、楽しみにしてください。でもね、スユさんとジュは今日、日本に行きましたよ。Run to You というミュージカルを一生懸命、なんか今、
頑張ってるけど、皆さんもたくさん応援してください、うん、はい、僕も本当に痛かったんですけど今週末かから始まるかな、あ、はい、今週からです、はい、よろしくお願いします。シアン・ジュン、ファイティングファイティングファイティング。そしてソロデビューです。ソロデビュー、わーすごい、リーダーが一番最初に、はい、でもやっぱソロは羨ましい、ちょっとね。でもな、シアンさんはなんかソロデビューなんか、こ部屋だよ、あ、ね、しなきゃいけない、しなきゃいけないよね、うんうん、あ、歌もうまいし、本当に、あ、その前のなんかアルバムの中でソロ曲がありました、うんうん、もう一度という曲、うん、すごい、なんか感動しました、いい曲だよね、いい曲ですよね、うん、もし、ケビンがソロデビューするなら、はい、どういう曲をやりたい？僕は、あ、やっぱりバラードよりダンスをしたいんです。あ、うん、なんかポップみたいなダンスもちょっと今考えてますけど、うん、あ、そうですね。皆さん、ソロも合ってるんですか？見たいよね。見たいですよね、皆さんね。うん、あ、マイリージンという曲は初めてのソロ曲ですけど、ソロデビューは多分、しゅんさん。あとね、あと誰が行くのかなと、みんな待ってるでしょ。シュウさんがまずうまくできて、で、はい、あ、他のメンバーができますんだ。シュウさん頑張ってください。うん、いや、でも次ケビンのような企画かな、もうなんとなく。もしソロデビューするなら、はい、ケビンかなと。ああ、わからない。エイベックスさん。エイベックスさん。待ってる、ソロ、ありがとうございます、はい、もう、あ、すごいコメントが早くて今、うううう、面白いですよ。そう、ケビン、最近っていうか、もう免許取って4ヶ月ぐらい経つじゃないですか。はい、あの、規則からの質問なんですけど、うん、あの、免許取ってから、はい、遊んでくれなくなった。遊んで、なんでなんか、よくドライブしに行ってるから、はい、アンドラジンだもん。アンドラジンだもん。違いますよ。ギザップも、今、新しい車を買って、うんうんうん、自分の、なんか、あ、中気分いた。そうそう、一人で楽しんでるよね。一人で楽しんでますので、なんか、会うことが、難しい、キズプと、うん、僕はアムテナ、いつでもキズプ、うん、キズプがどこに行ってるのか、兄さん聞いてください。来週、ケビン来たら、うん、なんかドライブ一人で行ってるのか、もしくは誰と行ってるのか聞いといてください。あ、僕は、あ、やっぱり友達と一緒に、うん、ドライブします。最近、友達と一緒に、あ、なんかリゾートと か、うん、なんかホテルみたいな、うん、ソウルから2時間ぐらいかかりますけど、うんうん、僕が初めてなんか運転して、あ、友達と一緒にいたんですけど、ちょっと友達も大丈夫かなって、しっちりとベルトもちゃんとしてなんかこうやってやったんですけど、あ、本当に上手に、うん、あ、はい、安全に行きました。うまくなった？うまくなりました、はい、最初はなんかこうやってやりましたけど、うん、最近少しずつ一つ、うん、あ、なんか手、うん、あ、半身の、うん、片手を練習してます。もし、ダメ？え？ダメダメって気をつけます。はい、気をつけます。パーキングは、あ、パーキングうまくなりました。あ、最初はイーウーイーウーイーウーイーって、今は
一気で。一回ぐらいで。一回ぐらいで。わあ、うん。はい。楽しいです。うん、そうね。最初ね、パーキングが一番難しいね。そうですね。うん、はい。韓国。でも韓国は大変ですよ、運転するのは。ね、みんな性格が早いから、うん、なんかソウルで運転したらみんな、わわわ、こう横入りしてきたりね。横入りして、うん、あでも僕の性格は優しい。優しいから、あ最初は許しましたけど、今は。入れない。入れない。はいはい。あ、韓国に初心者マークってあるの？チョコジャーク。あ、スティッカー。あ、でも、しなかったです。スティッカー。あ、あるはあるんだ。あります。おー。確かに見たことないの。はい。うん、どこが？怖い。あ、怖くないです。好きなドライブコースってあります？好きなドライブコース、ナムザン。おー。ナムザン。そう、なんか上に行って、ハンガンに行って、ずっと、カンギャンデロという、ハンガンの隣のなんか道がありますけど、すごい綺麗、うんうんうん、夜に。そして音楽は、最近、サム・スミスのアルバムを出してます。サム・スミス、知ってますか？もちろん知ってます。はい、いや、絵になるな、ケビンが。サム・スミス聞きながら。なんか、ハンガンのところを見てる。うん、サム・スミスの声がすごく柔らかくて、うん、なんか気持ちがもっと楽になる音楽だから、よく聴いてます。じゃあ次は日本で運転してもいいんじゃない？日本で、うん、怖い。怖い、でも日本大丈夫だよ。韓国で反対になるから、あ、反対なんね、もまあ、心配します。あ、乗れへんじゃん。 I know I'm not the only one You say I'm crazy。 あ、じゃあ、そこまでね。おー、キュン。たぶんうまくなったね。ほんとに、ありがとうございます。すごい昔のしか聞いてないけど。ありがとうございます。なんだよね。はい。エロいよね、これが。エロい。昔からちょっと思った。どういうこと？ケビンの歌い方セクシーだなと思って。あ、ありがとうございます。でも男から聞いてちょっと気持ち悪い。ちょっとなんでそれ、それなんで、いやそれでキュンってさ、俺が困るよ。あ、ごめんなさい。エロいじゃん、キモいでしょ。男に言われたらちょっとね、キモいよね。皆さんからは大丈夫ですよ。